電話を取るな。友は機械を逃した。電話に出るんじゃない。このあたりは交通量が多いです。友もそれしないといけないのクリスマスまであと2週間で。 ソファーの上に雑誌が転がっていた。トムはあなたの彼氏じゃないですよね。トムは失敗から多くのことを学べました。トムとメアリーはむしろ二人だけでやりたいと言った。